アメリカ合衆国の俳優、コメディアン・ダンサー、歌手である。ジャック・アルバートスンとも表記される。女優メーベル・アルバートソンは姉。1907年に、マサチューセッツ州モールデンで、ロシア生まれのユダヤ人移民の夫婦、レオポルド・アルバートソンとフローラ・クラフトの間に生まれる。高校を中退し、ニューヨークに渡って、小ビジネスでの成功を目指すものの、 部屋を借りる金もなかったため、セントラルパークで野宿していたこともあったが、やがて、ボードビリアンとして、仕事をするようになる。1964年から1966年まで、上演されたフランク・ディ・ギルロイのピューリッツァー賞、受賞儀曲、バラが問題だで、トニー賞演劇助演団優勝を、またその映画化作品の同じ役で、アカデミー助演団優勝を受賞している。 また、主演ドラマ、チコザ・マンで1975年から1977年まで3年連続で、プライムタイム・エミー賞のコメディ部門主演団優勝にノミネートされ、そのうち1976年には受賞を果たすなど、テレビでも活躍する。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに、テレビ分野で、名前が刻まれている。1978年に、大腸んと診断され、 三年の闘病の末に1981年に死去、その十ヶ月後に姉メーベルも亡くなり、二人は共に火葬され、異界は太平洋に巻かれた。ありがとうございます。